戻らないでしょ。じゃあ最後は、うん、彼氏にしたくない人など。したくない。彼氏に絶対したくない。あがんなでもいいし、うん、まあ、とにかくそういった特別な関係は嫌だっていう人。でも、まあ、いや白タクでしょうね。白タク。あ、そう。なんか付き合いそうだけど。うん、あいつなんかいやわかんない、本当にどうなのかわかんないけど、うん、僕のことをいじるの好きすぎるんですよ。あ、わかる。もうなんか終わらないよね。終わらない、終わらない。いじりがずっとやってるもん、ね、ずっとやってる。村瀬歩夢と八代拓一緒のゲーム地獄なんだ。もうなんか一生いじられてるから本当に止まらないいじり。村瀬さん、八代さん、スタッフの皆さん、村しら、村しろリスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日八代さんも以前ゲストで出演されたことのある山谷さんのラジオの生配信がありました。ほうほうほう。そこで山谷さんが彼氏にしたくない人として八代さんの名前を挙げてました。いや、なんでだよ。なんでだよ。山谷くんが女目線ですね。山谷が女性目線からして八代は絶対に彼氏にしたくないですね。理由は書いてないですね。さらに、村瀬歩夢と八代拓がいる現場は地獄とまでおっしゃってました。入間くんだ。まあ魔界だからさ、あそこの現場。まあまあ、まあ、間違ってない。間違ってない、間違ってない。まあ、だから事実を述べてるってことですよね。そうだね。置き換えると村瀬歩夢と八代拓がいる現場は入間くんとおっしゃってたってことですよね。っていうことだね。入間くん。別に変なことは言ってないですね。変なこと言ってない、ね。私にとってはお三方が集まるイベントは天国なのですが、一体。そうだよね。どうしてでしょう。よ。ぜひ山谷さんをゲストに呼んでこの真相を詳しく聞いてください。これちょっと聞かなきゃね。でこれサブタイじゃないんですけど、はい、ラジオネーム光玉さんかな。あやたくん、こんにちは。こんにちは。先日山谷さんの番組でもし自分が女性だったら恋人、うん、旦那さんにしたい男性声優さん、結婚したくない男性声優さん、はいはい、後の質問で恋人にしたい人は沢城さん、みゆきさん、あ、違う、千春ってこと。千春くんだ。ええー、恋人にしたいのが千春くん、うんうん、旦那さんにしたい人は増本さん。ああ、まあそれちょっと分かる。増本は分かる。結婚したくない人は八代さんと答えてました。お前さ、あ、そういうことね。自分をだから自分が女だったらっていう仮定のもとね。そういうことですね。ちなみに、村瀬八代の現場は地獄とも言われていました。もうリークが来てんだって。リークめっちゃ来てる。リーク来てんだって。お二人が女性だったら恋人旦那さんにしたい男性声優さん、結婚したくない男性声優さん、どのタイプを思い浮かびますか。あ、だからリークメールがたくさん来てるということですよ。そうですね。これはでも本くんはでも分かるな。分かりますね、なんかね。うん、分かりますね。千春くんなんだ。恋人どう、な、何を持って千春にしたんだろう。理由が聞きたいですね。理由聞きたいね。なんか明るくて、明るくて全然してるから、そんな感じだ。だったら俺でもいいじゃん。山谷、なんで俺選ばなかったの。地獄だから。いや、それはだから、ヤシロと3人での生活しなければ地獄にならない。嘘だ、絶対2人でもやってるでしょ。でもさ、考えて。はい、だってさ、山谷にとっては、俺とヤシロと、はい、山谷の3人は地獄かもしれないけど、はい、俺たちにとっては天国じゃん。はい、いや、めっちゃ天国、ね。山谷といる時間、すごい幸せだよ。プライスレス。うん、ずっとだって。だから片思いってことだな。俺は山谷くんと結婚したいから。お前山谷と結婚したいの。はい、村瀬さん。俺も山谷と結婚したい。じゃあもう完全に三角関係。三角関係じゃん。じゃあこれやっぱシェアハウスして決めるしかねえよ。マジで。俺は山谷くんと結婚したいのに、山谷くんは結婚したくないっていうのはなんかすごい辛いけど諦めない、諦めない。え、山谷だって生配信とかやってんでしょ。はい、で言って俺らがさ、こういうところでさ、なんかその山谷に対しての愛だから、例えば結婚したらどうなるかっていうことを言ったら誰か垂れ込んでくれんじゃない、はい、てか誰か垂れ込んで、あ、なんか初めていいじゃないですか、うん、垂れ込んでって逆に。そうですね、伝わって山谷がジャッジしてくれる、ちゃんと。確かに確かに。じゃあ山谷と結婚生活ってどういう生活するの、八代は。いや、俺も尽くしますね。おお、なんかこういろんな意味で潤いを、潤いよね。山谷くん、やっぱりその山谷くんのそのなんだろうな、今もなお輝いてる目をもっとやっぱ輝かせたいっていう。そうだよね。まあ大体死んだ魚みたいな目してるけど山谷。やっぱまだ輝いてるのはその髪のキューティクルぐらいか。今本当に綺麗だからね。本当に綺麗だから、うん。やっぱもっと輝かせたいし。いろんなところね、潤いをね。そうですね。やっぱ尽くしたいっすね、俺は。尽くしたい。だから山谷くんに甘え。山谷がだから、じゃあ俺仮想電話やるわ。はい、
タクちゃん。どうしたよ、下か。うん、ちょっと、なんか膝でゴロゴロしていい？あ、いいよ。膝だといくらでも貸すよ。あ、まあ、ほんと可愛いな、お前。あ、ゴロゴロ。下か。うわ、キモいわ、これ。ダメだ、耐えられない、俺の精神が。いいっすね、やっぱね。ダメだ。いや、キモ、キモすぎる。ヤシロとヤマヤがこういう関係になってんのがダメ。俺、なんで俺のものじゃないの、ヤマヤ。いや、だったら、俺はそんな許せない。あんたが一番気持ち悪いわ、だったら。ブラさんはどんな？いや、俺は逆に山屋を甘やかさせない。あ、厳しくして。厳しくするよ。でも厳しくっていうのは愛情の裏返しだから。なるほどね。だから山屋の体にとって優しい生活を。どんな言葉をかけたりするんですか？例えば、はい、おい起きろよ。言葉を強くする。あ、まあまあ、起きろよっていつまで寝てんだって。もう、はい、起きるしか。当たり前だろ。もうちょ、早く起きろ、このガリガリ。もうそう。って言って、俺の肉分けてやんよって言いながら、まず朝は、ちょっと油たっぷりで、やっぱ朝からギットギトのハンバーグとか、そう脂肪分を とりあえず、あの、いっぱい食べさせる。本当に地獄の始まりだったよ。やばい。ガリガリとか。聞いてるか。お前は幸せにできるのは、村瀬歩じゃない。俺、ヤシロタグだ。なんだこの話。あ、楽しい。山屋の話ってずっと時間過ぎるな。まあ、でも山屋くんからの言ってきたことですかね。そう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 。だから俺たちがそれをそのラブコールで返したって。また村城が言ってるって思われたくない。そうそう、ね、違うからね。山屋から言ったんだからね。言ってくる。それはそうです。そこ皆さんお間違いなく。お願いします。じゃあそろそろ始めていきましょう、はい、村瀬くん、出城くんと山屋くん、今日もよろしくお願いします。